イエイのイエイ。今日はなんとボツにした動画を公開します。イエーイ。ボツにしたっていうか、世に出せなくなった動画たちをパーンって世に公開しちゃいます。理由はいろいろあるんですが、3つ動画を公開します。まあ世に出せなくなった動画たちですよ。本当にこの動画1本丸々動画として出せれないなっていう動画です。なのでこの3つをまとめてやっと出せるみたいな感じの動画たちなので、本当にいつもより面白くはないかなって正直思います。だけどそのなんだろう、その没感みたいなちょっとリアリティな感じがちょっと見えると思うんで、ぜひ見てください。じゃ早速いきます。1つ目、ドライブするっていう動画なんですよ。で運転姿を見てほしいなと思って撮ったんですけど、私白坂ゆい、普通にちょっと違反をしてしまいました。本当に白坂ゆいやってしまいました。こうシートベルトをかけるのをこうかけるっていう、こっからこう来てこうかけるっていうシートベルトの締め方をしててそれで運転してたんですよ。まあ、多分そこで警察に言われたらちょっと普通に違反だったんですよ。警察にバレることもなく、友達に指摘されることもなく、自分で気づくこともなく、その動画を撮って編集してであげたら、まあ、その皆さんにご指摘をいただいて、シートベルトを締めてないんじゃないかと。締めてたは締めてたんですけど、ちょっと締め方がちょっと違反っていうことになってしまい、動画を削除しました。本当自分の不注意というか。で、まあ、その動画は全部見せれないんですけど、運転シーン以外なら、まあ、見せれるかなと思いまして、せっかく運転シーン以外もねちょっとあったので、もう一生公開されることのない動画だったんですけど、その運転シーン以外を、公開します。どうぞ。鶏カレーめっちゃうまそう。こんな感じに、まあ、いただきます。めっちゃいいやん。めっちゃかっこいい。オッケー。ミラーは？おそいさんじゃねえわ。あって名前をもう一回忘れんだけど。鍵あって。待って、トイレ行きたいするもん。6:44。わあ。よし、運転します。今海ほたるからのこぎり山まで44分、やっていきましょう。最初はい、皆さんいかがだったでしょうか。普通に千葉を楽しみました。でも千葉でね、今一番行きたいのはマザー牧場なんだよね。牧場今めっちゃ行きたいっていうか、自然と触れ合いたいです。もうまた多分ね、ドライブ動画を、まあ、またリベンジすると思います。今度こそちゃんとした動画、ちゃんと世に出せる動画を出すので、ぜひ見てください、その時は。はい、では次はですね、ロリータになってみたっていう動画を撮ったんですよ。でちゃんと原宿のかわいいスタジオさんに行って撮らせていただいたんですよ。ロリータやりたかったし、それをせっかくだから撮影のネタにしようと思って撮ったんですよ。普通すっぴん
からメイクしていろいろ変わるところが一番見どころじゃないですか、ロリータって。だけどその撮った動画を消してしまいました。メイク終わった後に撮影するんですけど、その撮影と自撮りのシーンだけは残ってるんですけど、そのメイクのシーンがないってことで、これどうしようと思って、メイクのシーンなしでいきなり撮影してるだけの動画って、いや動画として成り立たないじゃんみたいな、ちゃんと一本の動画にしたかったんですけど、自分のミスでボツになってしまいました。撮影シーンだけ、お送りします。ゆえんぴょん、写真撮られるときこういう顔してるんだって感じで見ていただいたらいいなと思います。どうぞ。じゃあ今のポーズで、はい、はい、あご軽く引いて、あ、はい、もう一人、はい、さあ、はい、さあ、はい、さあ、はい、ハーフスイングか、はい、はい、ポーズ取れるかな。あ、でもお任せしたいです。やっぱりロリータはちょっと分かんない。じゃあ、何か持ってみましょうか。あ、はい。まあ、ステッキか、花か、ステッキか。両手でこう、ちょっと飛びあるよね、気づけて。あ、はい。足はさっきの軽く膝を曲げてると、うん、やっぱりちょっと軽く落ちて、あれが落ちて、はい、軽く落ちたみたいな。はい、言ってます。はい、うん、鼻はもうちょっと皮の方に使って、さあ、はい、うん、はい、かわいい、さあ、はい、はい、はい、さあ、はい、うん、じゃあお花が、はい、で、まず揃えて、プラスこうなると、で、右手をまた軽く、右手を軽く上げてて、じゃあちょっとこう、そうそう、そんな感じで、今手がない、は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 い、さあ、ね、右手はね、そのままでいいんで、左手を右手の手のひらに添えるように、指を添えるように、はい、さあ、このまま、はい、はい、さあ、うん、うん、はい、さあ、スピーカーが持ってない、さあ、スピーカーは振り返る、さあ、うん、はい、さあ、はい、うん、はい、ありがとうございます、はい、はい、お疲れ様でした、ありがとうございます、はい、いかがだったでしょうか。ウィッグをね、かぶってるゆいぴょん、やっぱね、似合わないね。やっぱなんかウィッグってさ、すごいなんか違和感やばいよね。でもあの自撮りしてるシーンとかさ、結
構貴重じゃないと思って。だって自撮りしてるシーンをさ撮影しないじゃん普段。じゃあ次でラストなんですけど、ドンキで1万円分使ってみたっていう動画を撮ったんですよ。編集してて途中であれ途中から動画ないぞって思って、もうなんで編集してる途中で気づくっていうのもちょっとまあまあやばいんですけど、あれって思ったら普通に後半の動画がないっていう、消してしまってました。ほんとデータの管理がね本当に雑、ほんと整理しなきゃなと思うんですけど、まあ、これはテロップを入れてない動画なんですよ。この未完成の動画にテロップ入れても時間の無駄だわって思った。テロップ入れてないんですけどちゃんと動画見やすくカットしてますので、テロップなくてもね結構ねサクサク見れるかなと思います。まあ、最後までぜひ見てください。どうぞ。ゆいのゆい、ゆいぴょんです。今日はなんとドンキで1万円分買い物するっていう企画でございます。でもね1万円分ってさ結構あっという間じゃない？なんかね1万円分もらって買うんだったらさまださ結構考えるよ買うものだけど、自分の金でさ1万円分買いますってやって、もう普通の買い物だよね。なんか普通の買い物を、買い物したものを紹介するみたいな感じなんですけど、でまあ一応ねドンキの1万円企画みたいな感じで、まあ、1万円分買ってきました。でかくね、でかっ。はい、じゃあね早速紹介していきます。じゃあまず1つ目、てん、午後の紅茶。もうさっきね喉乾きすぎてもうちょっと開けて飲んじゃってんだけど、微糖がね一番、コーヒーでも紅茶でも微糖が一番好きです。78円でした。2つ目、てん、アイライナーですね。アイライナー、まあ、有名なアイライナーのやつで、まあ、それのペンシルタイプです。意外とねアイラインはブラウンがいいっぽいです。1200円です。3つ目、てん、タイツ25デニールなんで、これ L サイズじゃん。見てなかったわ。まあいいや、やっぱ黒のタイツってねいいですよね。あ、499円。次、でん、歯ブラシじゃない、歯磨き粉。あのねこのねシリーズこれずっと使ってます。なんかねこれのゴールドとか緑とかもあってなんか違いが分かんないので、まあ、適当にいつも適当にね買ってます。1280円です。で5個目、でん、あ、歯ブラシですね。なんか青と黒でかっこいいなと思ってちょっと買いました。あ、固めか、なんで固め買ったんだろう。固めちょっと苦手なんだよね、歯茎痛くなるから。あ、298円で6個目。6個目はで前髪クリップ、クロミちゃんの前髪クリップです。ハンギョドンの前髪クリップをね使ってたんだけど1個なくして、なんかもう1個もなくしそうだなと思って一応買っといてました。本当はハンギョドン欲しかったんだけどなんかねなかったんですよ。もうハンギョドンの次可愛いのはちょっとクロミちゃんかなと思ってクロミちゃんにしました。あ、500円です。で7個目、7個目はでん、モンスターです。モンスター、これ何味だ、何味これ、え、書いてる、パイプラインパンチ、パイプラインパンチ味、これえ、これ何、何味、じゃちょっと飲んでみます。なんかパイナップルジュースみたいな感じ、なんかエナジードリンクっぽくない、飲みやす、なんか炭酸感が弱い気がする。あ、188円。はい、8個目、8個目はでん、ピアスですね。ピアス、うん、ピアス、ピアスです。これ980円でした。で、マジでずっとね、この安全ピンピアスをね、変えたいと思って、自分でピアスをめちゃくちゃなくすの。だからあえてどうでもいいピアスをつけてるのね。だからなんかこうおしゃれしたいって時に、ちゃんとピアス付け替えたりするんだけど、でもね、付け替えることがマジでほとんどない。結局ねずっとこれつけちゃってて、あ、このダサい安全ピンをね。で、いやもうなんかね結構ね安全ピンをね言われるからさ、え、それ安全ピンってなんか、ね、聞かれるからちょっとそれもだるくて、ドンキでピアスあるんだって思って、でドンキでピアス買おうって思ったことないから迷ったんですが、ちょっとこういう機会じゃないとピアスも買わないっていうか、ピアスを買えないなと思って、ずっと安全ピンで多分1年いけそうなんで、
ずっと安全ピンはちょっと嫌だなと思って、はい、買いました。ちょっとつけてみようかな。これ樹脂、あ、これ樹脂の、樹脂や。あ、はい、いかがだったでしょうか。もうドンキでね、1万円分結局後半何買ったのかってわからないまま謎になりました。まあ、自分もちょっと覚えてないんで何買ったか。では3つどうでしたか。あのね、ほんと三者三様の動画をこう一本にまとめれて、なんか意外と見応えあったのかなと思ったんですけど、どうでしょうか。うわー、もう世に出せないんだって思ってたから、なんかそれをね、せっかく撮った動画をこう世に出せて、やっとなんかすごい自分的にすごいスッキリして、皆さんに見てもらえて、なんかその動画たちも嬉しいんだろうなって思いました。まあ、多分ね、これからも動画を消しちゃうミスをすると思うんで、多分なんか何らかのミスで世に出せなくなった動画、多分これからも出ると思うので、その時もぜひ見てください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。